週が明けました1月27日、月曜日の朝7時25分相場解説になります。まず週足を見てるんですけども、注目するべきはここね、大きく窓を開けて、それからね買いが入ってます。でも買いが入ってますけども、見てください、ヒゲを出してますね。ということなんで、単なる買いではなくって、買いの後で大きな売りが入る可能性があるかなというふうに思っております。ただこれ一週間足なんで、もしかしたらこのままね、買いで確定するかもしれないですね。で、おさらいまでにやっておきますけども、こちらのところとこちらのところとこちらのところ、3つの点がありますけども、ここをね、結ぶっていうのは去年から変わってませんよ。こういうふうになってるってことですよ。はい、それでは、ちょっと待ってくださいね。これではなくって、どうすればいいやろ、こうか。はい、失礼しました。じゃあ日足ですね。日足を見ていくと、こんな感じであるのは同じです。こういうふうにね、でこういうふうにあるのは一緒です。でここ突き破りましたね、ここ。だから大きく下に下がる可能性があるんですよ。この抵抗を突き破って、トレンドをのね、突き破っていってますから、こういう風にいくんではないかなと日足の方ね思いますね。じゃあちょっと4時間の方をしっかり見ていきましょうか。4時間なんですけども、ここにゾーンがありまして、こっから落ちていったってことですよね。こういう風な感じでドーンと落ちて、さらにこういう風に大きな N を描いた感じになってます。土日でこの窓を開けてしまいましたんで、ここでね、ここからなんですけども、これがね、陽線じゃないですか。下髭の陽線だったら上に向かう三段が立つんですけども、上髭の陽線なんで、これは最終的には4時間が終わった時にはね、もしかしたら青いバーになってるかもしれないですね。1時間の方を見てみましょう。もう完全にダウントレンド、下の方にずっと行ってます、こういう風にね。でさらにここでドカッと落ち込んでいるわけですよ。だからこれからは売り戦略になると思いますね。売り戦略で取っていきましょう。今週は売りで見ていきます。それが結論です。それでは本日もよろしくお願いします。